決勝トーナメントに舞台を移したインターナショナルカップ、今日はその1回戦となります。この時間は日本対イタリア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の一戦は言わずと知れたこのスタジアム、ヨーロッパのホームで行われます。100年以上の歴史を持ち、ヨーロッパで最も高い評価を受けるスタジアムの一つです。数々の激闘の舞台となったこのスタジアムで、どんな名勝負が繰り広げられるのでしょうか。イタリア国歌お聞きいただきます。日本国国歌です。433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思います。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが当たれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、日本のキックオフでスタート、インターナショナルカップ決勝トーナメント1回戦、日本対イタリア。まずこう勝負にこだわっていくとちょっとしたこう慌ても出ますからね、うん、そういった中この立ち上がりどれだけコントロールができるかですよね、はい、気持ちは燃えながらも頭の中がクールになければいけないというところですよね。その辺もね、心のマネージメントってその辺も必要になりますよね。そうですね、ディロレンツォ、フェデリコ・キエーザ、ここで前を向けるか、南野、南野から吉田、裏へ出るか、これはどうだ、裏へ届くか、さあ繋がるか、シュート、イタリア、今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。イタリア、ハーツのあるゴールが決まりました。トーナメントの初戦ですからね、かなり緊張感あったと思うんですけどね、はい、まあ、先制できたってことでここから少し余裕を持って試合を進めていけるでしょうね。そうですね、安西、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。裏のスペースを狙う、シュート、クラーニョ、いや、ファインセーブです。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、ここで見せてくれました。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは日本、合いませんでした。
タリアが結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くこと。シュート、これはクロスバーのわずかに上。守備陣も今のは危なかったですよね、はい、ああやって相手に走られると厳しいですからね。なるほど、両ワイドへのマークが大事ということですね。そうですね、大事なのはボールの出し所を対処しないといけないですよ ね、 ねパスを出させないという気持ちでいかないと、はい、攻撃の起点を潰すということですね。フラーに大きく前線へ、富安流れを止めます。裏を狙う、いいボール入りますよ。サイドです。日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。いいプレッシャー、このボールはインシーニエ、激しいボールの奪い合いです。どうだ、ちょっと合いませんでした。これはちょっとコントロールできませんでした。長いボールを送ります。柴崎、ロレンツォ・ペレグリーニ、さあここでカウンター、アンドレア・ベロッティから左へ。イタリアとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。ボールはクリア、白熱のインターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、名勝負の様相を呈してきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、柴崎、スルーパスを狙う、クロス、シュート、今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ日本、勝利に向けて一本抜け出しました。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、うん、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、キーパーからのロングフィード、酒井、いいプレッシャーです。中島、柴崎へ、裏へのスルーパス、このパスが抜ける、アンドレア・ベロッティ、酒井、ここはカットします。スピナッツォーラ、柴崎、ドリブルで上がる、スペースを狙う、チャンスになる、オフサイドです。日本
澤さん、このリードで迎える終盤、残りファーストハーフをどのように戦えばいいんでしょうか。とりあえず前半はもうリスクを犯さなくてもいいですよね。相手が前がかりになってきたら逆にそこをつく形でいいと思いますけどもね。スルーパス、柴崎から吉田、アンドレア・ベロッティ、カウンターを仕掛けていきます。裏を狙っていきます。抜けてくる、ルーズになる。ロレンツォ・ペレグリーニ、さあどうする。シルバスを出す、いいボールですね。ヒエリーニ、このボールをカットします。ボヌッチ、ボヌッチか。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは前半が終わりました。前半のうち得点ですか。いや素晴らしかったですね。選手火がついたんでしょうかね。選手たちの動き逆に良くなってきましたからね。こういうことってあるんですかね。勝てば進む、負ければ母国へ帰るという決勝トーナメント初戦です。シュート、大阪あと少し。今のは惜しいシーンでした。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。イタリアは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。さあここからの展開、ロレンツォ・ペレグリーニ、スピナッツォーラ、裏のスペースを狙う。いいボールだ。このボールはインシーニエ。さあコーナーキック、イタリア。いいですよね。ファインセーブですよね。この難しいボールによく触りました。厳しいボールの奪い合い。あー、これファー、取らないですね。レパス、あとさあ勝負のシーン、どうだ、スーパーリードを広げました。今のはあっという間に決まってしまいましたね。これはお手本のような綺麗なカウンターですよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですよね。タイミングも良かったですよね。2点差にリードを広げてリスタートです。日本としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。はい、柴崎、裏を狙う。大阪足元、大阪、素晴らしいグランダー製のシュート。いや、低く抑えたグランダーのシュートでしたけどもね。状態の被せが非常に効いてましたよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。長いパスがつながります。インシーニア、ディフェンスをものともしません。もう一つ前に行きたい。
体強いですね。ペレグリーニからのパス、どうする、まだある、ラのスペースを狙う、ジエンリー、ボールの奪い合い激しいものがあります。大迫、大迫から伊藤、吉田に渡る、ミドル、枠を捉えたか、イタリアは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。このボールに触ります、柴崎から縦へのボール、スルーパスを狙う、抜けた、渡ります、打った、クラーニョ、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。いや、今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しましたよね。日本はコーナーキック2本目、イタリアはこっから、このヘッド、ミスがありませんでした。絶好のチャンスでしたけどもね、コントロールできなかったですね。いいですね、クロス、ボールを追いかける、足元から大きく前線にフィード、さあカウンターのチャンスになります。裏を狙っていきます、来たか、大迫来た、シュート、このクリアボール次へつなげたい、酒井、このボールに触ります、大迫、先ほどから厳しい予選にあっています、シュート、クラーニョ、しかしこれよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。イタリアは嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。日本は3本目のコーナーになります。スードスード、イタリアはここは大きくクリア、危ないシーンでした。一気に縦へのアーチ、裏へのスルーパス、リノリノ、イタリア完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。イタリアが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。いや、シュートミスは好きですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。アンドレア・ベロッティからベルナルデスキ、ここで丁寧にボールを扱う、バレッラから左サイド、原口、これを読んでいた、カウンターを仕掛けます、ここは通しません、大きく縦へ、さあ左へ預けて、もうこれいいでしょ、さあ繋がるか、シュート、クラーニョ、追加点には足りません。日本決まってればもうゲームは決まってますよね、これね。イタリアは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。日本は4本目のコーナー、イタリアはこれまで2本です。空母、日本絶好の得点機、ものにできません。今も決められていたら3点差ですからね、かなり厳しい状況になってしまうところでしたよね。首の皮1枚つながったというシーンでしたよね。日本決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。プレッシャー、裏へ届くか、縦へのボール、スペースを狙う、吉田に渡る、裏を狙う、クリア、このピンチをなんとか出します。さあ一気にカウンター、冨安、このボールをカットします、橋本、スルーパス、
合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま終わりますとトーナメント初戦で姿を消すことになります。イタリア、キーパー前へ蹴り出します。オフサイドです。残り5分を切っています。ここから持っていく。さあつながるか。このボールはカットされます。キーパーから前線へ、キエリーに流れを止めます。このパスカウンターですよ。緩いボール、ちょっと伸びてしまいました。キエリーにこのボールをカットします。ニコロ・バレッラ、サカイ、この位置でボールを受けます。サカイから大きく縦、さあカウンタースピードを上げたいところ。伊藤から大迫、主審流します。ここで笛です。3対1、インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、ベスト8への道、扉を開けたのは日本。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としてはプレッシャーがある中でもいろんな判断やミスをすることがいくつもあると思うんですけどね、それを取り返すための力がありますからね。